船の出発の時に手を振ってくれたりとか、そうですね、ってことですね。はい、はい、あらー、はい、改めて関西地域って、はい、どんなところなのか皆さんにちょっと教えていただけますか。今日県外からも来られてますので。はい、新津駅はですね、もう121年経ちますけれども、開業してからですね、今駅舎はですね、3代目になりまして、はい、今の駅舎ができてからですね、15年経ちます。あ、じゃあ割と新しいですよね。そうですね、市長所駅になってから15年経ちます。はい、自由通路がありましてですね、東西自由通路の、奥にはですね、ステンドグラスがありまして、SL のですね、模様といいますか、はい、そういうステンドグラスをですね、つけております。